本当に死ぬ気でもう回数重ねて練習してもっと多分できると思うし、あとなんかやっぱ顔の表情みたいなところがさ、最後のさ、ここ二人この前に出てさ、これ歌うじゃん、この時歌ってる時の表情が声にも顔にもないよね。そう、もうちょっとなんか、あのなんか二人がなんか幽霊みたいな感じで、もうちょっと、もうちょっとさ、忘れたこともとかね、たぶんずっと言うと思うんだけど、もうちょっとこの言葉にも表情をつけていいと思う。なんか今はコーラスに転してるのかもしれないけど、結構、結構聞こえてくるのね。結構目立つから、なんか私が歌ってるのみたいなぐらいの主張があってもいいと思う。で、最後は特にあの、なんていうの、配置的にも超目立つから、二人が。なのでここ3人がこう感情を込めて歌ってる時にこう、ね、しっかり、忘れたこともっていうところも感情を込めて歌って、はい、うん、めっちゃ、めっちゃ、めっちゃ、イエーイ。あと1日
話が映ってないと。はい、あと1日です。レッスン頑張ります。イエーイ。見てこれ綺麗でしょ。特選の初のペンライト。でもね、明かりつけるとね、ときめきクリスマスって見えなくなる。そうなの。見える。明日はときくりです。もうね、一回寝たらもうときくり来ちゃうんだよ。だから、まあ、本当に今まで練習した成果を頑張って出して、5人で力を合わせて最高のライブにしたいと思います。みんな待っててね。バイバイ。いよいよあのワンマンが決まってからもう明日になっちゃったんですよ、本番が。だから、まあ、やれるレッスンとかもやれることはやってきたと思うし、だからちょっとね、時間だけど無駄にせず、明日までの時間を大切にして、明日は2015年をきれいに締めくくれるようなライブにしたいと思います。明日は初の、特選初のワンマンライブで、なんか今までなんかいろいろあったしね、え何落としたんだっけ、はい、今までいろいろあって、なんかね、あ、今何年経ったの、何年経ったか、違う、なんかね、半年ぐらい経ったんですけど、すっごいあっという間で、皆さんじゃない、みんなずっと一緒にレッスンしてきて、すごい楽しい年でした。なんか変なこと言っちゃった。はい、で明日は本当に今年最後のライブだし、なんか今までいっぱいレッスンしてきたので、ちゃんと全部出せるように頑張りたいと思います。おはるかこいずみ。明日は、初めて、特選初のワンマンライブで、まあ、正直ちょっと不安な部分もまだまだあるけど、でも、でも、本当に一生懸命やってきたと思うので、その成果を存分に皆さんに発揮したいと思います。皆さんに最高の日付遅れのクリスマス、そして皆さんに最高のクリスマスプレゼントが特選から届けられたらいいなと思います。最高のライブにします。かなみんだお。はい。ちょっと恥ずかしいかった。はい。明日がとっくり本番ということで、今まで半年ちょっとの間やってきて、結構自分的には今までの自分じゃなくて、なんか違う自分にちょっと変わってきたなと思うので、そういう変わった部分をお見せできるように精一杯頑張りたいと思います。最高のとっくりにしましょう。イエーイ。Thank you.
見届